Bonjour! Online Fansugo Gakko Ensemble en Français 講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の用言をご紹介しますね。皆さん、心はありますか？私もいくつかありますよ。日本語では黒い子と書いて、ほくろと読みますよね。さて、フランス語で、ほくろはどのように言うかわかりますか？ grain de beauté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  直訳すると、美の粒です。なんか素敵ですよね。ほくろ一つ一つが美しさの粒だと思うと、ほくろが輝いて見えます。皆さんも美の粒を大切にしてください。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt!